ホリさんと宮村くんはヒーローによる日本のウェブコミック。略称はホリングー。2007年2月からウェブサイトドッカー編で公開されており、現在は本編終了後のおまけという形で不定期連載中。投稿では派生作品他本作を原作としたホリミヤについても記載する。いろいろな友情、恋愛の形が許せる、法推奨とされ、 同性に思いを寄せるキャラクターなども登場するが、基本的には、高校生の日常を描いたものである。2008年からは、フルカラー化及び描き下ろしを収録した上で、単行本が、スクウェア・エニックスより出版されており、現在は、おまけの次選集である、堀さんと、宮村くんおまけが観光中である。また同出版社間の、月刊 GE ファンタジーでは、構成を新たに、 萩原大介が作画を担当する、堀宮が2011年11月号から2021年4月号まで連載された。2021年3月時点でシリーズ累計発行部数は700万部を突破している。これらのほか、作者自身によって、堀さんと宮村くんのパロディ、宮蔵くんと道玄坂さんが不定期に連載されている。また2008年度内まで堀さんと 宮村くんの性転換パロデリ、堀くんと宮村さんが掲載されていた。その後、そのページと漫画は削除されたが、2009年のエイプリルフール企画で再び主要人物たちの性転換絵が描き下ろされ、そちらは現在も閲覧できる。さらにメディアミックスとして原作者が所属している、渦が自主制作した OVA が2012年から発売されたほか、 ホリミアを元とするテレビアニメ及び実写作品が2021年に展開された。片桐高校に通う堀京子は派手な外見とは裏腹に成績優秀で家事をこなし弟の面倒も見る家庭的な高校生。ある日、怪我をした弟、そうを見知らぬピアス男が送り届けに来た。その正体は同じクラスにいる陰気なはずの男子、宮村いみ。 彼の学校との別人ぶりに驚く反面、家での顔を見られた堀は動揺するが、人見知りする宗太が懐いたことがきっかけで、宮村は頻繁に堀家を訪ねるようになる。キャッチコピー、誕生日、身長、在籍クラスは、サイト内、人物紹介のデータなどから引用。声の項について概要説の原作、堀宮の記載に倣い、声優は原作 OVA 版。 ホリミテレビアニメ版の順に記載。一人のみ記載の場合はテレビアニメ版でのキャスト。縁の項はホリミ実写版における俳優、女優。ヒーローの知人がホリさんと宮村くんを間違って宮蔵くんと道玄坂さんと覚えていたことから始まったパロディ作品。物語の舞台は昭和98年。ホリさんと宮村くんとは違い。 本編が白黒で描かれている。現在は更新停止中。2012年4月16日に制作が発表され、同年10月5日の第1巻発売を皮切りに不定期に制作、発売されている。第1巻の監督の夏目慎吾は、本作が初監督作品となる。なお、制作会社である、渦は、作者のヒーローが2020年現在所属している。 グラフィックデザイン会社であり、本作は事実上のインディーズによる自主制作となる。販売は、うずのネット通販サイト、うずらやと全国のアニメートのみでの取り扱いとなり、一般発売はされない。作詞は、足立ちた作曲、編曲は、与田のぶたか、斉藤春也による。ホリミヤを原作とした。 テレビアニメが2021年1月から4月まで東京 MX 他にて放送された。ホリミアを原作としたテレビドラマが2021年2月17日から3月31日まで毎日放送の深夜ドラマ枠、ドラマイズムで放送された。主演は鈴鹿王子と久保田社とも。放送に先駆けて2021年2月5日には、 1> 第1話から第3話に取り下ろし追加シーンを加えた劇場版が1週間限定でイベント上映される。ホリミアに関するカテゴリー。ありがとうございます。